おはようございます。まあ暑いですね。暑いんで部屋の中クーラーかけているのが一番かなと思います。下手にねドライブ出かけようとすると車の中灼熱のサウナなんですよね。で冷えた頃には帰ってこなくちゃいけないみたいな感じで、いやなんか気温がねちょっと上がっただけ下がっただけで人間の活動ってこうも鈍るもんですよね。はい、それでねちょっとした変化で自分の心理状態や行動に変化を及ぼすっていうのはお金でも同じことだと思うんですよ。お金が毎月3万円プラスであったらどうでしょうか。逆にマイナス3万円毎月押し付けられたらどうですかね。だいぶ変わりますよね。だから税金とか物価高って本当に気づきにくいんだけども、あれもうないやみたいな感じで落ちはつくんですよね。まあ、その中で、私たちのお金に対する悩みって尽きないわけなんですけども、吉田さんが言われたようにね、人の悩みを聞いてると自分の悩みってどん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 薄くなっていくんですよ。でもっともっと勉強して学習していくと、もっと大きな悩みを過去の偉人はたくさん持っていたんだなと思うと、ああ自分はなんて小さなことでくよくよしていたのかなと思ってしまうんですよね。ただそういったものをだんだん記憶から薄れていくと、やっぱり自分の悩みが一番重いなっていうふうにやっぱりね戻ってくるんですよね。まあ今日暑くて非常に活動しにくいんですけども、その中でも炎天下の中ね、まあ、例えば工事現場のガードマンしなくちゃいけない方とかいるんですよ。私もガードマンやってましたけども本当にね憂鬱ですよ。その代わりガードマンの仕事が5時に終わって帰ってね6時ぐらいに飲む一杯の発泡酒とかね酎ハイってのは本当なんかねボゾロップに染みる感じですよね。で今お酒とかほとんど飲んでないんですよ。年間に1回も飲まないぐらいですね。なんでかっていうとお酒を飲むような状態にならないんですよね。だからなんかこうお酒っていい感じでスカッと爽やかになったりストレス解消になったり美味しいって感じるんですけども、まあ、こうやってね安定した環境の中にいると、なんか特別いい思いをしようって思わなくなるんですよね。ただたまにそういう気持ちになる時っていうのは、やっぱりね飲食店に行っちゃったりするかなってところもあるし、綺麗な景色を見に行ったりするかなってところもあるし、快適に自分の乗ってる車でねドライブしたいなと思うこともあるんですよね。まあ、人間の感情って本当様々ですよね。だから感情が苦痛の方に向かうのか喜びの方に向かうのかっていうところも自分の人生を大きく分けるかなと思っております。まあグダグダと朝から申し上げてますけども、ぼーっとしてるとねいろんな考えが同時に起きてきて、それを動画で撮るとなんかしっちゃかめっちゃかな会話になるんですよ。まあ綺麗にまとめることもできなくはないんですけどもね、今日は何が起こるのかなと思ってます。まあとにかく暑いなと思いましてね、もうこの7時になったらもう暑いですよ外は。何なんでしょうね人生は。何を生きていけばいいんでしょうね。そして私たちはどこの世界にいるんでしょうか。ツイッターで盛り上がっていることがいつも心に刺さっている方もいれば、フェイスブックを離れてフェイスブックの世界で起きていることが何の影響も及ばなかったりとかね、あと世の中ではこんなことが話題になってるよっていうふうな形の言葉もありますけども、そもそもテレビや新聞を見てない私にとってみたら、それどこの世界の話なんだってことにもなりかねないんですよね。だから何を見るかによってそこの世界の影響を受けてそこに支配されるっていうのは、まさにねあのメディアっていうのは視聴者の脳みそを作ってるなと思うんですよ。で田舎に住んでね毎日のどかな田んぼの風景、その中をあぜ道の中をねさーっと行く黄色い鈍行を見てると、なんか穏やかな気持ちになりますよ。でたまにね、ちょっと街中とか行ってみるとね、広島市内とか、まあなんともアスファルトだらけ、構築物だらけで、緑がないなとか、川の青さがないなとか思うわけですよね。まあ、そこで人工物をいっぱい囲まれて見ていると、一種おぞましい気持ちにもなりますね。憧れた都会暮らしだったんですけども、こうしてみると私にはまあ田舎が性に合ってるなと思いますし、なんかこの風景がいつまでもね見ていられればいいなと思いますね。まあというところで穏やかに今日も一日スタートしていきたいですね。7月1日あなたはどんなこの2022年の後半を足を踏み入れるでしょうか。今年もあと半分でも、もう今年はもう勝負決まってるような感じですよね。なんか1月3日ぐらいに全部今年のことは終わったなみたいな感じだったんですけどもね。
はい、じゃあ以上でございます。よろしくお願いします。